いや、吸いかければ絶対やらない。絶対。なんでかっていうと、ちょっと待って。何、吸いかゲームって。吸いかゲームは絶対、なんか理由としては、なんか、朝までやってそうだからやだ、本当に。じゃ面白いんだよ。あ、面白いの？そう、面白いんだけど、朝までやってそうだからやだ。うん、そんなスイカで、スイカ、うん、なんか想像つかないな。スイカでそんな面白い。しかもそんなゴールもね。そんなゴールもねえし。ゴールがね。そう、ゴールもね。ゴールもねえし、なんか、本当に一番軽い気持ちでもう一回っていうのが言えるゲームだから、辛いわ、あれは。結構深いゲームなの。深くね。深くね。深くね。多分、あれはチークゲームで、子供にやらせるためにさ、俺んちのさ、寝室にさ、遮影機あんじゃん、プロジェクターあんじゃん。ああ。そこに入ってるアプリだったんで、もともと。そうなんだ。そう、多分子供のチークで多分作られたんだけど、なんか今、30超えた大人たちがやり始めて、なんかこう、少しね、なんか注目されてんだよね、まだ。あ、何それ、じゃあおめえさん発信でなんか、界隈、っていうか周りで流行ってるみたいな感じなんじゃ。いや別に発信でもないけど、ただその配信者じゃなくて多分一番最初に手を出したってだけで。へ、うん、すごっ。多分ね、これね、流行らしたのは視聴者なんだよ。例えばだから俺がやるじゃん。でそれでなんかまあ変な鳩が飛んで、おい追加ゲームやれみたいな。だから流行らしたのはあれは視聴者なんだよ、あれは。そう。俺は別に流行らすつもりも何もなく、こういうゲームがあるよって紹介しただけで。え、他になんか誰がやってたりするの？まあそういう有名な人。上ちゃんとか、モコとか、モコくんとか、ジュンとかじゃない、うん、ていうかそれじゃん。あと、ゆうたくんもやってっか、多分。あ、ゆうちゃんもやってた。本当にこれ以上誰もやんないでほしい。本当に。大佐もやったか。これ以上やんないでほしいわ。そんすげえな。うん、伝染してんの？これ以上流行り出したら、ストリーマー大会とかで疲れそうだから。怖いわ。もうちょっと動画誰かしらも見てみるわ。そりゃあそこまでみんなを熱くさせるゲームなんだな。そう。なんかさ、なんかシンジさんって知ってる？みんな。シンジさんっていう、ゴリラのさ、アカウント、ゴリラのサムネイルの方と昨日会ってさ、そう。で、それで昨日ちょっと話してさ、そしたら、LINE 交換したんだよ。そしたらシンジさんも、追加ゲームやってて、さっき、助けのメール来てさ、ふとんちゃん、すいません、やっててよくわかんないですけども、もう少し小技を知りたくて、アップルシフトって何かちょっと教えてほしいんですけどってさ、そうそう。来てて、なんか本当にみんな真剣にやりつつあるんだよな。そう。大会始まんじゃねえの？本当に。真剣にみんなやりつつある。本当に、ね、俺恐ろしかった、本当に。だ視聴者が変に、流行らしちゃってる。それアップルシフトっていうのもさ、俺が適当に言ってるくだらねえ言葉なんだけど。あ、そうなの？そう。造語みたいな感じ。そう、それを多分ね、変になんか、小技だと思わせるように、視聴者がね、配信者を操作してんだ、今。これランキングじゃなくない？なあ。どうしたすごいね。これすごくない？あんたのバカでしょ。ああ。すごいなこれ。まあ、ちょっと一回イットテイク2だよね。これなんかネットのアニメのなんか投票ランキングを作為的になんか1位にさせてるやつみたいな。あれ思い出しちまった、変なサッカーのアニメの、なんつったっけな。